戻ったか。ただいま。心配した？必要ない。冷た。ちょっとくらい心配しろよ。お前の力量も敵の力量もちゃんと見切っているということだ。見切った実力通りか、試してみる？おい待て、なんでそうなる？だよね。ごめん、勝負スイッチ入ってた。スイッチオフっと。まったく、いつまでたっても読めんやつだ。笑うなって。ま、いつも不愛想すぎるからたまにはいいけど。どっちだよ。こいつはスパイダーの変異証明。疑いようのない変異っぷりだな。性格は狡猾で、正確に統括すると。グダグダ言ってる場合に。行くわよ。ロゼ、今のは聞いた。サポートお願い。マジンケ、冷言強スピリッツリバース。枠は脱陣、道を切り開く。見えぬ電源、風の方が当てぬ影を。それ体力に気を使え。早急の急に焦れ。今ピンチ中。心象だ。それ蹴る巨海
理由は知り合った。語源解放。こいつを食らえ。このはずが。スレイ。今負けない。今ピンチ中。投球の攻撃力が高い。防御を受け取るな。湧き上がれ。幕は映しろ。タチス三世地位して結ばす。心理をその手に。体力やばいから助言解放。ディスペイクは狙い撃つ。湧き上がれ。道を切り開く。過信障害東海の初道を切り開く。新機械ラストリー。無駄。ラストリー、ダケジダンス、逆襲、ワケジダンス、マイチ、頂点熱戦、アロー、ユーコレス、体力の気を使え、ディスペイクは、ハクリムユーモ、貫き破壊、血を散り抜け、理由は知り合った、王の余念、マウは王、命令の役を、切り取る、トリニティアロー、不動の大地。貫き破壊の剣を散りゆく三聖結集指定衝撃トリニティアロー赤土目覚め巻き上がれ行くぞ一発で剣を散りゆく三聖結集貫くトリニティアローさあ行くぞさあ終われない語源解放一斉行くぞ今負けないこっちだ炎よ踊れ崖地三分頂点熱戦アロー過信障害甘い一点と幕は爆陣幕は撃ちお下がりくださいスレイ今負けない二月は湧き上がれ戦争結集トリニティアロークイックレス無茶をするがアローレンジゴボウジダケシ三世早急の救援赤土目覚める星を散り行く巻き上がれ爽快の発射星を散り行く貫き破け星を散り行く悪しきは沈まれ水の刃一度二十歳の明けにミレードマン気をつけて青の4年爽快の発見頂点熱戦アローレイン過信障害貫き破け地位して結ばすかけろ崖地に参戦そして一瞬でトリニティアローコプリサイベニの障害ハユル連絡ダケシ三世星を散りゆく逆切りベニの勝利三世結集トリニティアローモユル攻撃ハグは縁談逆切り青の4年爽快の発展星を散りゆくスレイかけろマイチュー頂点熱戦アローレインバリア剣に溺れすぎるよジュゴボージー星を散りゆくロゼは結構大人よねエドナに言われるとリアクションに困るな言われてるぞエドナあんたは子供ねちまちました作業はイライラする。
けられ。噛みつくぜ。あれをグルーム奥。グルームって何？ダイ、主に馬の世話をする。もういい、もういい。キルマンなら話し合いがそう。さあ、早く無双だ。無双爆弾。表現無双剣で。無双爆弾。無双爆弾。水の魔装、ジュッテレグノーを取らせて眠ってくれ。やるな、キルウ。よし。キルウ、無双。髪はバレッタで止めるのもありですかね。バレッタって何？バレッタを知らないと？ポンパドールを知らないと？前身頃を知らないと？
列ができましたわ。これで仕上げだ。なんだこりゃ。どうなってるんだこれ。で石だよね。いや、そこじゃないって。もしかして石じゃなくて岩とか。ね、どうやってこの石を遺跡の中に入れたのかだろ。そう、入り口より明らかに大きい。もちろん運び込んだ意味も謎だけど。大昔にもお前のような物好きがいたんだろう。運び込んだんじゃなくてさ、もともとあった石の周りに遺跡を作ったんじゃないの。それだ。きっとここはこの石を祀る神殿なんだ。この石は器だったのかもしれんな。自分の目で確かめた時にこそ伝承の本当の意味が見える。あ、それメイビーおじさんと話してた。そう、でもただ見るだけじゃダメって分かったよ。ありがとうローゼ。なぜ俺。常識にとらわれない自由な視点が必要ということだ、お前のような。ん？別に私は普通ですけど。まったくこいつは。なんかすごく見られてる気がする。まあ見た目が見た目だしね。まあ目力が存在意義な見た目だしね。攻撃力が高い。防御力が高い。ハローレインかけろ。爽快の発電。追放3回。バブルアー乱れるの4連。マイチルー。ルドーの大地。青の4連。ルドーのトンカメ。語源解放。一斉クア。
ロゼ下がって舞い散れ。全てを貫け。ごめん、投球の中二連かけろ。舞い散れ。賛成結集トリニティアロー。ホイッスラー。青の四連焼き切る。立つは警告ハイユルメーカーアローレイン。焼き切る。焼き切る。一度お下がりください。ロゼン解放イッセルクア。無理しないで。シャッカ妖乱。長いを捨てた剣に続く。分けて83分。賛成結集トリニティアロー。リフレッシュ。爽快の発見。全てを貫け。蒼天烈天大橋が狂う。アローレイン。爽快リッチフレイム。青の4連やめて。熱いぞ。体力に気を使え。ロゼ五弦解放サポートお願い。五弦解放イッセルクア。コンセントレート舞い散れ。統計の強力だ。うがつはアギ爽快の発起死滅没。アルは残響狙い撃つ爽快の発投球の重力五弦解放イッセルクア。かける許可。かけろ。アチス散水。まずいぞ。サポート体力に気を使え。五弦解放うがつはアギ爽快の発電蒼天烈天アローレイン。一目こちら青の四連舞い散れ。蒼天烈天アローレイン。かけろ収束ランカー。かけろ舞い散れ。賛成結集トリニティアロー。かけろ爽快の発電賛成結集エアプレッシャー。爽快の発電投球の終焉蒼天烈天アローレイン。青の4連爽快の発電。ロゼ下がって地下一同二十歳の明けにグラビシェルター。青の4連8時散水蒼天烈天アローレイン。僕も天族として力をつけたい。十分才能がありますわ。焦らず行きましょう。できたぞ。
ああ、面倒。なんだよ、エドナ。ここは私の番なんでしょ？まったく。なんでこんな面倒なことを。うわあ！いきなりすごいのがいるな。あれは、ミノタウロスですわね。そうなんだ。あいつが、あそこに陣取ってるせいでどうにも。どうし、パワント？ライラちゃん！いつもながら見事だ。相変わらず困った人ですわね。この天族もどうしだったのか？その通り。死に方一つで種族を超える。現にこの世は愉快よな。愉快はいいけど、あれじゃ祭壇に行けないじゃないか。ん？何？同志の力を求めてきたんだな。試練だろう。そうだろう。うん、まあ。ねえ、そっちの娘じゃないのか。こいつ本当に同志だったの？これでも同志パワントは1万以上の氷魔を沈めた、天族の間にも名を馳せた方ですのよ。うん。このエロスケがね。エドナにちょうだい、おじたまの。早く。おお、かわいい子だの。エドナちゃんか。おじたま、私我慢できないの。お？だが試練だからの。やっぱ祭壇まで行かねば。使えない。え？私に今さら試練とか？何なの？いや、試練がいるのはどうして？要はあの牛が邪魔で祭壇に戻れない。あの牛を何とかしてほしい。そうなのね。ちょっと、エドナ、危険ですわ。消えろ消えろ。あとは祭壇に行けばいいのね。いや、あいつを沈めるって試練なんだわ。え？けどどっか逃げちゃったよ。すごいメンチだったからな。きっともう僕たちを見たら逃げ出すに違いない。はい。どうしてちゃんと言わないの？バカなの？すいません。しょうがない。あなたは先に祭壇に行ってていいわ。探して沈めるから。はい。出発、発進、探検開始。エドナさん、実はへこんでますわね。出発、発進、探検開始。小さくて厄介なのがいるのは十分承知。守りに溺れたら知らないぜ。めぐるはベリータグラス。行くぞ。瞬間連撃。誰か勝てるない。破壊剣襲撃。一刀両断できるぞ。その程度かい。ケチャ。逃がさない。これぞ。行くぞ。地流連合弾発射だね。さあ水雷が戦狼が一刀両断に駆けろ。雷ギルティー行くぞ。行くぞ。なんだよ、もう地流行けっと。さあ行くぞ。やるな。シンクは落ちて沈みになる。逃がさない。発射だね。スレイ、結構変わった子ね。そう？変わってるね。
あんたも変わってない。ダメだよ。実験して危険なのはわかるよ。見た通りだ。尻尾の動きに注目して戦え。地面に潜ることもあるわ。冷静に対処して。ニダラに負けない。尻も残すな。どけ。とてつも一戦逃げる。とてつもなく勝利。こんな感じでいかがでしょうか。守りに溺れたら世話ないぜ。嘘だろ。物にも氷魔を宿るわ。ビビってんじゃないの。家を貫け。トルネードビーム。地平の果てまで刻んでくだけ。ビビ。まずはリグレット。地平の果てまで刻んでくだけ。オライトンスコア。ビビ。殴り合い、罵り合い、ゲットボール。イジメイト。無双だ。行けよ、一戦。ビビ。行け。これは周り巡る。殴り合い、罵り合い、ゲットボール。逃げろ。逃げろ。逃がしてやろうか。逃がしてやろう。続けてやろう。今突きやる。死ぬ価値もつくりもよ。どうしてんだよ。さっき果てはブルタリティウィップ。消えそうだ。どうか。逃がしてやろうか。逃がしてやろう。慢心せずに邁進しましょう。
これで仕上げだ。ペラッペラになって攻撃してくるわよ、こいつ。地下遺跡のスライムよりも強力な強魔です。やっとでよ。やめない罵り合い。サポートお願い。陣の列竜の竜の翼を切り刻む。やめない。集中切らずだ。竜の滝天の毒だ。見えまい。竜の滝だ。天の毒だ。霊剣強発スピード。竜の滝天の毒だ。竜の滝天の毒だ。幻影空散。陣の列竜の滝だ。幻影空散メタリング。陣の列一瞬瞬間不信ヘルファトル。見えぬゲッカージの嘘天の毒だ。聞こえ見えぬゲッカージ一瞬翼を切り刻む。投げてた竜の滝届いて果てろ。まだまだ予言解放。見えぬゲッカージのガミナガドンを切り開く。見えぬゲッカージ一瞬果てぬ加減にかけろ。見えぬ幻影翼を切り刻む。それでも私たちは生き抜く。こんなとこに木馬が。小さいね。子供用かな。もともと子供のおもちゃでしょ。だからなんでおもちゃが試練の神殿に。知らないわよ。でも試練に関わりがあるとは思えないけど。けどなんか気になるんだよ。何かのヒントかも。木馬、馬、馬車、人参、馬刺し、馬風に軍艦巻き、イクラ丼。あっ、違う連想になっちゃった。可能性があるとしたら、そうやって時間を無駄にさせるための罠に。Thank you.
おやつ完成。そんないかつい氷魔なのにめちゃくちゃ怯えてたな。あれは仕方ないだろ。ミノタウロスは虐げられた者の思いが集合し歪んでしまったものなんです。いつも怒りをあらわにしているのもその反動なんですの。怒られないように怒ってるって感じ。要は逆切れね。少しは反省すればいいのに。Thank you.
戦したみたい。こいつも必死だ。みんな気を抜くな。虐げられたものってまさか子供。汚れから解放することがこの子たちへの鎮魂になる。ご元解放何でマイクマイクお給の鎮魂大会ジェイプグランク私に消え去れ龍の下翼が集中しやす。青の4連マイチお気を切り切ります。翼よ切り切る翼はアギト切り刻む。後ろだ。切り裂く。先で進む。殴り合い、罵り合い、ゲスども。ミジゲイト。もっと来いよ。攻撃力が高い。防御を受け取るな。今ピンチ中。爽快の発展。装填列戦。すべてを全部。いきます。こちら。分けて完成結集。どうですか。課長将来。これで救われたのかな。そう信じるよ。怖がらせてごめんね。バイバイ、安らかに。エドナ、子供たちの魂が天族となったのか。さあね。さあ、同志パヴァントが待つ祭壇に行きましょう。うん、ラジャー。やっぱり無知は罪ね。よくわかったわ、エドナさん。もう面倒でも手は抜かないわ。面倒でもね、面倒だけど。エドナさん、
ノタウロスと化していたのが子供たちの魂だったとはな。あの子たち、なんでこんなところにいたんだろう。最悪の時代となってから、あのようないたたまれない氷魔が増えています。そっか、あれは親に望まれなかった子供たちなんだ。捨てられた子たちってことか。この地はもしかしたらそのための場として人々に伝わってしまったのかもしれませんね。血がつながってるのに親から拒絶されるなんて。血のつながりなんかなくてもジージュは俺を大切に育ててくれたのに。ああ、やるせないな。ほーら、うつむくなっつの。そうよ、ちゃんと救えたじゃない、あなたのおかげでね。うん、エドナ妙に塩らしいじゃないか。自分の過ちぐらい認められるわ、あなたと違って大人なんだから。そうですか。どうやらうまくいったな。うん、悲しい氷魔だった。うん、エドナちゃんがメンチでビビらせてどうなるかと思ったが、さすがに反省したみたいだよ。反省した。なかなか珍妙な同志一行だな。で、試練はクリアってことでいいの？同志エドナちゃん、祭壇に祈りを捧げるのだ。スレイ、エロの悪影響は出てないか？え、そんなのあるのか？あるのか？悪かったよ。どう、エドナ？力を感じるわ。行くのかの？うん、ありがとう、パワントさん。何事も事象の前には原因がある。それを理解し、よく考え、そして進め。答えを焦るな。同志の道程は世界に渦巻く情念の根本を理解することから始まると知れ。はい、ありがとうございます。やっとまともな助言。キュピーン。バカなの。でも礼は言っとくわ。それじゃ。試練は霧もみと霧消えね。ひょっとして風と水と言いたい？他に解釈できないでしょ。できない。